ページプロパティは、ウェブページ全体の設定を行います。ここでは、ウェブページの背景に色をつけてみましょう。プロパティインスペクタから、ページプロパティを選択します。ページプロパティダイアログボックスが開きます。ページプロパティでは、ウェブページの背景色や背景画像ファイル、リンクしたテキストの色などを詳細に設定することができます。ここでは、ウェブページの背景色を設定しますので、外観のカテゴリから、背景色のカラーボックスをクリックします。表示されたカラーパレットから、背景にしたい色を選択します。設定できましたら、OK をクリックします。ページの背景色が設定されました。背景色を変更しましたが、元の白い背景に戻しておきたいと思います。直前に行った作業を取り消す場合は、ヒストリ機能を使うといいでしょう。ウィンドウメニューから、ヒストリーを選択します。ヒストリパレットが表示されます。ヒストリパレットには、今まで行ってきた操作が順番にリスト表示されています。ヒストリパレットのスライダーを取り消したい機能までドラッグします。ドキュメントウィンドウ内の表示がヒストリパレットのスライダーで選択した操作まで戻りました。ヒストリは行ってきた操作を記録していて、好きなところまで戻ることができます。戻しすぎた場合はやり直すこともできます。ですから操作を間違えても慌てる必要はありません。ウェブページの背景に画像を表示することができます。プロパティインスペクタでページプロパティを選択します。ページプロパティダイアログボックスが表示されます。外観カテゴリで背景イメージの右側にある参照をクリックします。イメージソースの選択ダイアログボックスが開きます。画像が収められているフォルダを開き、ビーチ JPG を選択します。イメージプレビューで画像を確認して OK をクリックします。マッキントッシュ版では選択をクリックします。ページプロパティダイアログボックスも OK で確定します。ページの背景として画像が挿入されました。小さい画像でもタイルのように背景全体に敷き詰められます。しかし、このように派手なイメージを背景にすると、文字が読みにくくなります。背景画像はシンプルなものにしましょう。今回はヒストリ機能を使って元に戻しておきましょう。